こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具を使っていろいろなピンクで絵を描いていこうと思います。まずはマジェンタに白を入れたピンクでキャンバス全体を塗っていきます。とりあえず全面を私の好きなピンクで塗りました。では続きを描いていきます。ちょっとピンク以外の色も使っていきます。ちょっと猫好きの方にお知らせなんですけど、猫友新聞の5月号にうちの猫たちのことが出ています。3ページですね。なんかすごいいい記事を書いていただいたので、興味のある方はぜひ読んでみてください。猫友新聞さんのリンクは下の概要欄に貼っておきます。絵が完成しました。これは去っていく人というタイトルです。なんかこういう絵を描いても、なんか別に自分のパーソナルライフに何かあったとかじゃなくて、なんかこの線を描いた時にうーんってなって手が描いてあって、でうーんってなった時になんかこの形からなんかこういう感じのシーンを連想しただけで、なんかその私生活が作品に現れることもあるんですけど、別にこの作品の場合はそういう意味ではありません。まあどうでもいいですね。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。